みんな、集まったようだな。もう大丈夫なの、ナルト。ああ。いい顔になっとる。では、深作様、ペインの情報を。いいじゃろ。これが、ジライヤちゃんが残したペインの情報じゃ。リンネガンか。思った以上に厄介ですね。しかも、6人もいるなんて。他に深作様自身が感じたことはありますか？今はどんな情報でも欲しいのです。そうは言ってもの、いや、そういえばあの時ジライヤちゃんがこんなことをつぶやいておったな。おい、どうした？本物はいない。ジライヤちゃん、本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。ナルト？もうペインのことは大体わかった。俺は修行に行ってくるってばよ。あんた、いきなり何言い出すのよ。どんなにすげえ能力持ってても、それに負けないくらい強くなればいいだけだ。俺は修行して強くなって、そんでエロ仙人の仇を絶対取る。じっとも力むのはいいがな、今のお前がここで修行してもペインには到底勝てりゃせんだと。だからじゃ、このわしについてこい。妙木山で戦術の修行じゃ。妙木山、そこで修行すればペインに勝てるようになるのか？それは分からん。じゃが今よりも可能性は上がる。じゃあ迷うことなんか何もねえ。ペインに勝つ道があるってんなら、俺はその道を信じて突っ走るだけだ。よう言うた。うん。ではしばらくの間、ナルトはお預けします。想像しいやつですが、どうか。ああ。さて、ナルトちゃんは修行の準備をしてくるがいい。わしは木の葉の門で待っとるからな。よし、やってやる。準備はできたのか、ナルトちゃんよ。おし、それじゃ、行くとするか。ここが妙木山じゃ。おお、まずはわしの家を案内して。何言ってんだよ、じいちゃん仙人ってば。時間はいくらあっても足りねえんだ。さっさと修行を始めようぜ。はいはい、ナルトちゃんよ、そうせえても。俺は遊ぶためにここに来たんじゃねえ。
強くなるために来たんだってばよ。こりゃそうじゃな、よかろう。ならば早速修行開始じゃ。そう来なくっちゃな。まずはこの環境に慣れるところから始める。え、慣れる？この妙木山が特殊な環境下にあってな、慣れていなければ単純な行動を取るだけで体力をひどく消耗するようになった。ふん、そんな感じはしないけど。ま、動けばすぐにわかる。ね、これってわしの術で作り出した偽物だしや。やが、その強さは折紙付きよ。奴らとの手合わせを通して少しでも早くこの環境に慣れてみせ。それが第一の修行じゃ。よし、やるぞ。倒したことは
倒したけど、体がすげえ重たいってばよ。これが妙木山の特殊環境じゃ。よく分かったじゃろ。しかし初めてであそこまで動くとは、ナルトちゃんは本当に面白い逸材じゃ。次は休憩じゃ。さすがのナルトちゃんも動きまい。またまた今はゆっくり休め。ヘイ、準備できたのか。ええ、あなたの方は。すでに準備は済ませてある。問題？そう。しかしさすがは我が師だ。あの一撃で我らが一体を使い物にならなくするとはな。だがそれも一時的にこちらの足止めをさせたに過ぎない。ああ、さて行くぞ。邪魔する忍びはすべて潰せ。分かっている。よし、これより木の葉に向かう。よく寝た。さあ、今日も修行頑張るってばよ。修行の前に一つ確認しておこうか。ナルトちゃんよ、ここに来て数日は経過したが、どうじゃ体の。それがさ、初めん時より疲れを感じなくなってきたんだよな。今だって体がすげえ軽いし。そうか、どうやら修行はうまくいっておるようじゃな。ナルトちゃん、それすなわち自然エネルギーがその身につき始めていることを指しておるのじゃ。自然エネルギー？忍術は己の内にある精神エネルギーと身体エネルギーを使っておることは知っておるな。うん。それに比べ外から得るエネルギーを自然エネルギーと呼んでる。自在に扱うことができれば忍術よりもはるかに強力な戦術を使うことができる。そして戦術を扱えて初めて仙人と呼ばれるのじゃ。仙人か。ますますやる気が出てきた。自然エネルギーは体を活性化させる効果もある。じゃから。すげえ、自然エネルギーってすげえ。じゃが、まだ慣れてきただけ。これからも修行を続けて。自然エネルギーの扱いを完全に習得するんだよな。分かってるってばよ。それでは今日の修行に移る。準備ができたら奥の修行場に来い。よし、やっ。修行を始めようぜ。今日の相手は手強いぞ。ね、エロ仙人？そうじゃ、今度の相手はお前の師、ジュライアちゃんじゃ。お前が未だに悲しみを抱いているのはもちろん知っておる。
じゃが、もはやそうも言ってられまい。お前には役目があるのじゃから。ああ、もちろん分かってる。己が力を見せてみよう。そして見事ジライアちゃんを超えてみせえ。ちょうどいいってばよ。いつかはエロ仙人も超えなきゃならねえって思ってたとこだ。目の前のやつは偽物かもしんねえけど、俺の力を思いっきりぶつけてやる。良い夢じゃ。わしの心配は杞憂だったようじゃな。行くぜエロ仙人。やりおったか。やっぱ偽物だったな。俺の中のエロ仙人はまだまだ遥か上にいる。あれくらいなはずがねえ。まだ俺はエロ仙人には遠く及ばねえ。だからもっともっと強くなってみせる。そうじゃねえとエロ仙人に追いつけねえから。口で言うのは簡単じゃが、これより先はさらに厳しい修行になるぞ。それこそ諦める方が楽だと思えるくらいのな。俺は強くなってエロ仙人の仇を取るって決めたんだ。
まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。諦めないと根性。まさにジライアちゃんの弟子やな。よう言うた。それでは次の修行に入る。これで合同任務は終了ですね。ああ、わざわざ木の葉からすまなかった。いえ、それでは私はこれで。うん。任務終了だな。さっさと木の葉に帰るとするか。何か嫌な予感がする。この葉隠れ。偽りの平和の上にあぐらをかき、虚実の栄華を極める愚かなる里。ここより世界に痛みを。この予感、外れていればいいが。何にしても急いで戻った方がいいな。これは木の葉の方角から。なんだ、一体何が起こっている。大丈夫ですか。キュービの人中力の居場所を吐け。出なければ消えてもらう。黒の衣に赤い雲模様。そうか、こいつが暁。さあ言え。木の葉の忍びを見くびるな。お前のような奴に仲間は売らない。そうならばお前はここまで。ここまでなのは、お前の方だよ。
高橋さん、なんとか間に合いましたね。コピー忍者の畑かかしか、あえて光栄だ。まさかここまで派手に攻め込んでくるとはね。そこの負傷者を連れて引いてください。まあここは俺に任せて。わかりました。お願いします、カカシさん。さて、キュービはどこだ。愚問だな。答える気なしか。ならばお前に用はない。リンネガン、こいつがジライア様を通したペインか。痛みを知れ。戦闘開始。苦しめ。やるならやる。こいつでどうだ。裁きを打て。死んだ。そろそろ裁きを打て。手を抜くわけにはいかないな。ここまではうまくいったな。思った以上にやるな。だが我らを倒すまでには至らなかったな。どういうことだ。こいつもあの被弾とかいう奴らと同じなのか。お前のような奴を残しておくと後々厄介だ。ここで消しておく。ジョージ、それにいいのか。火星に来ました。助かったと言いたいとこだが、今回は相手が悪すぎる。気をつけろ。油断するとすぐにやられるぞ。いくら雑魚が増えたところで同じだ。神に挑むこと自体が無謀。身をもって教えてやる。来るぞ。やるなら、こいつでどうだ。こいつでどうだ。
ここまでやればさすがに立てないだろう。さすがは木の葉隠れ、粒が揃っている。どういうこと？なんで立ち上がれるの？お前たちが俺に勝つことなど不可能。チャクラを使いすぎた。もう体が、だが、まずはお前たちを消す。終わりだ。お前の相手は俺だ。カカシ先生、お前たち二人はここから離れろ。ここは俺が守る。でも俺がこいつを止めている間にできる限り民間人を逃がすんだ。カカシ先生、なーに、時間稼ぎをしたらすぐに俺も駆けつける。行け、イノ。カカシ先生、待ってますからね。ああ。自らがおとりとなって逃がしたか。シャクラを使い果たした身で、大したものだ。だが、俺は甘くない。裁きを与える。悪いな、ナルト。さくら、あと頼む。一体何が起こり始めたの？さくら！イルカ先生、これって何が起こってるんです？暁だ。ナルトを狙って直接攻めてきた。暁が。俺はこれから里の救援に回る。お前は五代目の元へ行って今後の対策を聞いてくれ。はい、急がないと。と合流して事態を収拾しないと。さすがにやるな。これが暁の力か。そろそろ教えてもらおうか。渦巻きナルトはどこにいる？ああ、んなもん知らねえな。つうか知ってても教えてやんねえよ。当然だ。あいつは俺たちの大切な仲間だ。仲間は死んでも売らねえ。大したものね。だが、たとえ今黙っていたとしても、恐怖を植え付ければその心は揺れる。恐怖は、痛みは、人を変える。その恐怖をお前が教えてくれるというのか？面白いじゃねえか。シノ、ヒナタ、今回の敵は相当強い。油断すんなよ。当たり前だ。邪魔する者は何人だろうと消す。
どうよ、俺たちの勝ちだ。思った以上にやる。さすがにこの体ではダメなようね。バカな。おいおいおい、今まで戦ってたのはただの分身だったのかよ。分身であの強さか。くそ。丈夫、大丈夫だよ。あ？だってこの戦いを止めるためにみんな必死になってる。里のために一つになってる。だからまだ負けたわけじゃない。それにナルト君だったらどんなに苦しくても辛くても絶対に諦めないはず。だから合ってるよ、ひなた。そもそも俺たちも最初から諦めるという選択肢はない。今はできることを全力で遂行するのみ。キバ君、シノ君。さて、話はこんくらいにしてそろそろ行こうぜ。ま、あ、行くぜ、ひなた。うん。ナルト君。急いで師匠に会わないと。やっと着いた。よし。ああ、鹿丸も来てたんだ。たまたま居合わせててな。里に大きな被害が出てしまったな。くそ。綱手様、今動けるものを2体に分けろ。
一つは暁の討伐隊、もう一つは里の救援隊だ。速急にこの状況を打破する。各自に全力を尽くせと伝えろ。はい。ご苦労なことだが、結局それは無駄なことだ。こいつらは。鼻と耳にピアス、そしてみんなが。お前が暁のペインだな。すでに俺の情報が入っているようだ。ジライアが残してくれた情報だ。ただでは死ななかった。さて、単刀直入に聞こう。渦巻きナルト、キュービはどこだ。さあね。もはやキュービをかばったところで無意味。我々の前ではいかにお前たちであっても勝ち目はないと分かったな。神の力を前に人はただ逃げ惑う。ならば我々に屈服し従順にあった方が得策だと思う。なめるな。我々の先代たちが求め維持しようとしてきた平和を崩そうとするお前らが何を言っても無意味だ。なんてチャクラをしてやがる。これがリンネガンの力。お前たちの平和が我々への暴力だ。確かに、かつてこの葉隠れがやってきたことが全て正しいとは言えない。だがお前たちのこんなやり方は許せない。言葉に気をつけろ。これは神からの最後の警告だ。ナルトの居場所を。今は我々の持てる力すべてを注ぎお前たちを叩く。それだけのこと。それにお前は一つ勘違いをしている。勘違い。お前たちが一番欲しがっているものは絶対に手に入りはしない。木の葉の忍びがナルトをかばいきれると思っている。それは違う。ん？ナルトは強いぞ。師匠。平行線。このままでは無駄に時間が過ぎるだろう。ならば強引に口を割らせる。師匠、加勢します。俺もやるっす。ヘイン、貴様の行いを許すわけにはいかん。今ここで五代目火影として、あいつの友として貴様を撃つ。戦闘開始。さすがは三人、さすがは火影といったところか。お前たちはここで終わりだ。それはどうかな。沈め。いつの間に。妖木さん。何こいつ、
一瞬で頭の中を読み取ったってのか。どうやらここにはナルトはいないようだな。妙母、確かガマの隠れ里だったな。ここを探しても無駄だったということ。貴様、シズメ先輩。えい、神の前ではいかなる策も通用し、圧倒的な力の前では全てが無意味。お前たち大国が証明してきたこと。お前たちはこの世界の主役だと思い上がり、死を遠ざけて考え、人を殺せば人に殺される。憎しみがこの二つをつなぎ合わせ、ざれ言をペラペラと。戦いとは双方に死を、傷を、痛みを伴う。私たち大国も痛みを受けてきた。言いがかりをつけてこんなことをするのはやめろ。生じ痛みを感じ、痛みを考え、痛みを受け取れ、痛みを知れ。まだ何かするつもりか。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからぬ。ヘイ死者、奴を追え。絶対に逃がすな。はい。あいつ一体何を考えてやがる。わからない、わからないけど早く抑えないとまずい感じがする。ここより世界に痛みを。神羅転生。だか、これはこの花むちゃくちゃじゃねえか。誰がこれをやったのかは明白じゃ。
ジライアの小僧の肩にいた時と同じものを感じる。どうした？ナルト君が、ナルト君が、木の葉に戻ってきてる。ようやく来たか。なるほど。この虫たちの反応はナルトだったか。それに、あれは、暁。今から一戦交える気だな、あいつ。キバ君、シノ君、私たちも。いや、やめておけ。虫たちが騒いでいる。ナルトのチャクラを感じ取った時からな。どういうこったよ。今までのナルトとは全く異なるチャクラを有している。とても大きく強力な。修行を通して莫大な力を手にしたに違いない。ならばおそらくこれからの戦いは人外の規模になるはず。そんな戦いに加勢してもただの足手まといになるだけってか。そういうことだ。でも日向、悔しいけどここは抑え時だぜ。でも私はそれでもナルト君。渦巻きナルト。てめえがペイ。わざわざお前の方から来てくれるとはな。探す手間が省けた。てめえ、この感じどうやらお前は仙人になったようだな。ジライア先生と同じよう。ジライア先生だと。俺もジライアから術を学んだ。ジライアは俺のかつての師だ。何？お前にとって俺は兄弟子。同じ師を仰いだ者同士理解し合えるはずだが。師は平和を望んでいた。ふざけるな！お前らがやったこれのどこに平和があんだってばよ。木を見て森を見て、お前には平和の本当の意味が理解できてないだけだ。おとなしく捕まれ。お前の死が平和へとつながる。ざけんな。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠を、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。デイダラが言っていた通りだ。話を聞くようなやつではない。ならば力ずくで捕獲するのみ。蹴りつけてやる。来い。これで終わらせる。Ah!
るな。術は切れた。終わりだ。なんで？私は。
芝生転生。九尾の力、素晴らしいものだな。なんでだ、なんでこうなっちまう。苦しい。誰か、俺を助けてくれ。俺は。もう こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？四代目火影？8本目の王まで封印が解放してしまうと、お前の意識の中に出てくるよう封印術に細工しておいたのさ。なるべくそうなってほしくはなかったが、でも成長した息子に会えるのは楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前。なんで4代目が？だってお前の名前は俺が名付けたんだから、せがれなんだし。せがれ？じゃあ俺って？はさっきも言ったろ、俺の息子だって。父ちゃん、俺の四代目が俺の父ちゃん。キュービをお前に封じてから、いろいろと大変だったようだね。すまなかった。ずっと聞きたかった。ん？なんでだ。なんで俺にキュービを封じたんだってばよ。キュービが俺の中にあるおかげで、いろいろ大変だったんだぞ。お前にキュービのチャクラを封じたのは、その力を使いこなすと信じていたからだ。強大な敵とぶつかった時、お前を助けてくれる力になると。この葉隠れを襲う最悪の敵に打ち勝つ力になると、そう信じていたからだ。なの勝手だってばよ。ああ、勝手だった。でもお前なら、俺の息子ならできると確信していた。この葉の里は潰されちまった。お前の中から見てたよ。それにジライア先生のことも知っている。あいつは、ペインはむちゃくちゃ強えってばよ。今まで会ったどんな敵よりも。ああ、でも俺はあいつを許せねえ。エロ仙人も里も全部あいつが潰しやがった。だから俺は、おそらくあのペインもかつてはお前と同じ気持ちで、そして結果として今の惨劇につながった。え？何もないところから憎しみは生まれない。大切なものを救おうとして戦いが生まれる。そしてそれを失うことで憎しみにとらわれる。じゃああのペインも何かを失って今のペインになっちまったってのか？それは分からない。ただ
理由なき憎しみはないはずだ。結局のところ、忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びも憎しみと戦っている。ジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えをお前に託したんだ。でもだからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。ああ、四代目教えてくれってばよ。俺ってばどうすればいい。答えは自分で探すんだ。その答えは俺にもわからないよ。そんなことできるわけねえだろ。エロ仙人や四代目すら分かんなかったことをこの俺ができるわけねえ。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ忍者じゃねえし、それに お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。本当に俺にそんなこと。どこまで行っても子供を信じるのが親ってもんだからね。さて、そろそろ俺も行かなきゃならないかな。チャクラが薄れてきてる。封印を組み直す。だがこれで最後だ。この葉はまだやり直せる。頼んだよ。父ちゃん。どんな時でも俺はお前の味方だよ。ありがとう、父ちゃん。俺、やってみるってばよ。キュービーが消えた。一体何が。すでにキュービを制することができるというのか。こっからが本番だ。絶対勝つ。今こいつだ。押せ。Yeah!
使いすぎたか。今さらあんな術を。もはやお前に万が一はない。諦めろ。お前こそな。俺が諦めるの。諦めろ。まさか、ここまで。これからお前たちを操っていた本体に会いに行く。大したやつだ。それに気づいているとは。エロ仙人が残した情報だってばよ。本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。それ聞いた時はまだ意味が分かんなかったけど、けどお前たちと戦っている時に誰かが見てるような、そんなチャクラを感じ取ったんだ。感じ取った。だ、仙人モードは周囲のチャクラを感知することができる。そこで初めてエロ仙人の本物はいないって意味が分かった。お前たちを操っている本体がいるって分かったんだ。厄介だな、その力。もうお前の本体の場所も分かってる。あとはそこでお前と話をするってばよ。今さら俺本人に話したとて何も変わらない。そんなの直接話してみねえとわからねえ。無駄だ。お前では到底俺の痛みは理解できない。到底。ナガト。ああ、平和がのこのこやってきたか。お前が本体か。お前がみんなを。俺が憎いか。仇を目の前にし復讐を成し遂げたいだろう。俺はお前と話をするつもりでここへ来た。けど他に確かめたいこともあった。確かめたいことだと？自分の気持ちを確かめたかった。仇を目の前にしたら俺がどうするのか自分でも分かんなかったからだ。で？やっぱてめえは許せねえ。今にもぶっ倒したくって震えが止まらねえ。ならばかかってくるがいい。それがお前の正義だ。お前を弟子にしてよかったわい。どうした？俺を許せないのではないのか？
エロ仙人は本当の意味で理解し合える時代が来るって信じてるって言った。その答えをお前に託すって言われて、俺はただ弟子として認められたみたいで単純に嬉しかったんだ。それがどんなに難しいことか今になってよく分かった。そんなに簡単なことじゃねえってことも。だが俺を許せないことに変わりはないはずだ。俺はお前の死を殺し、仲間を殺し、里を潰した。この現実を目の当たりにし、お前は本当にジライア先生のザレ言を信じることができるのか。お前がエロ仙人の弟子だと分かったとき、どうしても聞いておきたいことができた。なんだ。エロ仙人の弟子であるお前がどうしてこんなことになっちまったのか。俺はお前の考えが分からねえ。お前は里を、仲間を大切に思い、そしてそれらを守りたいと強く願っているな。守りたいもの、大切なもの、かけがえのないもの、それらを思うのは何もお前だけではない。かつての俺にもそう思えるものがあった。だが今はもういない。すべて争いに奪われたのだ。偽りの平和、そして野心、くだらぬ思惑が争いを生み、そして俺の大切なものを奪った。両親も親友も何もかも俺の前から消えた。俺は争いを憎み、それを生み出した世界を深く憎んだ。しかし同時にこうも思った。争いを止めることができれば憎しみは消えると。それがこの世に平和をもたらすことになるのだと。ならばどうすればそれが実現できる。答えは至極簡単だ。この俺が神になり、争いがなくなるよう世界を導けばよいのだ。そうすればすべてがきれいに収まる。俺のように憎しみを抱く者がなくなる。だから俺は俺のやり方で、俺の考える平和を実現させるために動いた。わかるか？これが俺の正義なのだ。ジライアの言っていた本当の平和などありはしない。あるのは何かを犠牲にして成り立つ平和だ。この呪われた世界に似合うのは呪われた平和だ。暁のペインとして人中力を借り続けたのも俺の考える平和を実現させるためだ。すべては世界のために平和を考えてやったことだ。世界のために。そうだ。少しは理解できたか？ああ、あんたの考えは理解できた。ふん、ならどうする。このままおとなしく捕まってくれるか？それはできねえ。俺は今の今でもあんたのことが憎くて仕方ねえくらいだ。ではここで決着をつけると。でも。ん？エロ仙人は
俺のことを信じて託してくれた。なら俺はエロ仙人が信じたことを信じてみる。俺は最後まで師匠を信じる。愚かしい。今さらジライアの言っていたことを信じて何になる。本当の平和などありはしないのだ。俺たちが呪われた世界に生きていく限り、そんなものはありはしない。だったら俺がその呪いを解いてやる。うん。平和ってのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる。俺は諦めねえ。ふん。それが愚かしいというのだ。諦めずにいれば全てが叶うのか、諦めずにいれば平和が訪れるのか、そんな考えでは何も掴むことはできない。救うことはできない。何も誰も。俺ってばバカだから、平和がどうだとかどうすればいいかとかまだはっきりとはわからねえ。でも諦めたら全部終わりだってのは俺でもわかる。諦めちまったら夢も希望も何も叶えらんねえ。前に進むこともできねえ。そんなのは嫌だ。自分の道は絶対に曲げたくねえ。やはり子供だお前は。そんな幼稚な考えで本当の平和が訪れるとでも。できる。俺ってば約束したからな。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。なんか難しいってばよ。答えが見つからんかったときはその答えをお前に託すとしようかの。おっす、エロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。師匠の意志は俺が引き継ぐ。そんで絶対に俺が叶える。本当の平和への道がないのならこの俺がゼロから作り出してやる。信じてくれる人がいる限り俺は。最後まで諦めねえ。よいか、ナガト。この先どんなことがあっても決して諦めるなよ。諦めることなくまっすぐに進め。きっとその先にお前の描く平和がある。ヤヒコが、コナンが、みんなが笑っていられる平和がな。わしはお前を信じとる。必ず平和をもたらすことができると信じとるぞ。諦めない心か。そういえば俺もジライア先生から教わっていたな。だが痛みと憎しみにとらわれそんなことを忘れてしまっていたが。ナガト。おかしいな。同じ死を持つ俺だ。あの時は持ち合わせていたはずなんだが。渦巻きナルト。
お前の目はこの混乱の中で少しの曇りも見えない。お前の目は俺の輪廻眼よりも先が見えているかのようだ。お前は俺とは違った道を歩く未来を予感させてくれる。師匠の意志は俺が引き継ぐ。そんで絶対に俺が叶える。本当の平和への道がないのなら、この俺がゼロから作り出してやる。俺は兄弟子、同じ死を仰いだ者同士、理解し、あれは冗談のつもりだったんだがな。お前を信じてみよう、渦巻きナルト。ナガト、あなた。コナン、もういい。俺には新しい選択肢ができた。諦めていた希望への選択肢が。それにだ、弟弟子が諦めないと言っているのに、兄弟子である俺たちが諦めるわけにはいくまい。ナガト。でもその術は、今のチャクラでその術を使えば。何なんだ。けど輪廻転生の術。一体何しようってんだ。亡くなった者たちを生き返らせる。そんなことできるのか。木の葉へ来て、俺が殺めた者たちならまだ間に合う。これがせめてもの償いだ。命をかけて。お前、戦いとは双方に死と痛みと傷を伴わせるものだ。大切な人の死ほど受け入れられず、死ぬはずがないと都合よく思い込む。死に意味を見出そうとするが、あるのは痛みとぶつけどころのない憎しみだけ。ゴミのような死と永久に続く憎しみと言えない痛み。ナルト、お前がこれから立ち向かうことになってくるものだ。それでもなお、お前には期待してしまう。お前はその道を迷わず進め。そうすればきっと俺の役目はここまでだ。ナルト、お前だったら本当に。しまったんだ。ナガトの術が発動した。今頃木の葉の者たちが息を吹き返している頃だろう。そっか。今までのナガトにはこんな選択肢はなかった。でもこの子がナガトの心をこじ開けた。あの固くなだった心、ナガトを変えた不思議な子。そういや、お前はこれからどうすんだ。もう暁に戻るとは思いたくねえけど。暁は抜ける。もはや何の未練もない。ナガトの夢、
ジライア先生の夢、二人の夢がお前に託されたのなら、これからはお前が二人の夢だ。ナガトがお前を信じたのなら、私もお前を信じる。私たち雨隠れは、お前と共に二人の夢を追いかけることにしよう。諦めないど根性、それから痛み、それが師匠と兄弟子から譲り受けたもんだ。みんなの意志を引き継いで、俺はまっすぐ歩いてみせるってばよ。これまでも、そしてこれからもな。今度こそお前は散ることのない希望の花であってくれ。あ、見ててくれ師匠。よ、カカシ先生。よくやったな。みんなは？よく帰ってきた。アルト、信じてたぞ。よくやったぞ。お前はクロハの英雄だ。待ってたよ。すげえ。すげえよ。やったね、ナルト。ありがとう。おかえり。みんな、お前が帰るのを待ってたんだ。みんなが。ナルト。大きくなったな、本当に。ナルト！ナルト先生！おい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 、やったじゃねえかこの野郎。まさかあんたがね、すごいじゃない。僕はナルトを信じてたよ。言って押すなってばよ。さすがはナルト君です。さくらちゃん、本当昔から変わらないんだから。いつも無茶ばっかりして。ごめん。でもさ、バカ、あれ、ありがとう、ナルト。さあ、勝利の祝いです。ナルト君を胴上げしましょう。お、そりゃいい考えだ。そこまでしなくていいって。遠慮してんのよ、あんたらしくもない。ほら、行くよ。わ、ちょっと、ちょっと。4代目、今目の前に英雄がいます。